こんばんは、坂亮です。ムーミンマネ室、洗浄して乾燥させても書けなかったことが分かったんですけれども、一晩こう下向きに置いてたらね、書けるんじゃないかって、まだ望みを捨てていなくって、でちょっともしそれでも書けない時にもう一つ疑わしいことがあるので、とりあえずまずちょっと書いてみます。ここにね、散々書いたけど書けませんでしたね。書けないですね。今一瞬書けたかなと思ったんですけど、書けないです。はい。それで、新しいインクを入れたけど書けないってことは、ここが悪いか、もう一つはやっぱりインクが悪いか、この中が悪いかだと思うんですね。で、私がもう一つ疑っているのがインクです。まだインクを疑うのかお前はと言われそうですが、新しいの入れたじゃないかって思われると思うんですけど、このインク、これですね、このヨーロッパサイズトンボのスペアインクなんですけど、もう買ったのがだいぶ昔なんですよ。これ多分もう売ってないと思うんですけど、だいぶ昔、いつ買ったか、もう本当に昔なんですね。で、インクカートリッジの使用期限、消費期限って製造からだいたい2年ぐらいなんだそうです。ボトルインクは3年ぐらいなのかな。っていうのを前にブログの方に書いたことがあって、で、もう2年どころじゃないですよね。買ったの2年前とかじゃないので、製造から何年経ってるかちょっともうわからない感じで、もしかしたらもうこのインクがダメなんじゃないかという疑いを持っていますので、ちょっと調べてみます。いやね、インクカートリッジ2年以内に使い切れて、なかなか、ものすごく書く人はいいんでしょうけど、はい、ちょっと怖いのでチラシを置きますね、例によって。でちょっと外してみます。怖い。大丈夫だった。はい。どうもね、なんかインクが通った形跡がない。嫌な予感。こう見た感じは大丈夫そうなんですけど、なんかね、疑ってます私。はい。爪楊枝入れてみますね。汚れない。わかるかな、このチラシの上だからわかんない。汚れてないです。ほんの少しなんかカスはついているけど、ここにインクがあったらここは真っ黒になるはずですよね。少し汚れる程度なので、インクが多分蒸発してしまって空っぽですね。実はこの外側はそのもう汚れているというか、インクがついているけれども、中はインクが入っていないっぽいです。まさかの空っぽを刺してね、書けるはずないですよね。で、あとありましたよね、2本でね。ここには特にインクがこうなんかついている箱にはねないんです。で、この箱に入れた状態で引き出しの奥に入れていました。引き出しこう開けてすぐパッと全開しなくても取れるように置いてるのはクリップとか付箋とかよく使うもので、これはそんなに使わないので、そもそもなので、もう本当に一番奥の方に入れてたんですね。だから直射日光に当てたとかそういうことではないんですけれども、しかも他のね、プラチナマネ室とかラミーのインクも同じ場所にしまって
あるんですけどね。あと残りもダメっぽそうですよね。とりあえずこれで一回穴を開けないことには。これ自体はねまだ、はい、貫通はしてないんです。うん、はい、ここで止まるので貫通はしてないです。一回抜きますね。どうかな。ほんのちょっとこれもインクが本当に入っていれば真っ黒に汚れるはずですよね。残念だな。これも多分だからほぼほぼほとんど空っぽですね。おそらく出てこない。3本目いきます。念のため貫通はしてないです。そう、どこから蒸発するんでしょうね。抜きます。入れます本当にちょっと汚れた程度ですね。爪楊枝がインクはもう空っぽですね。はい、かけるはずないですよね。というわけで残念ですがこれはもうどうしようかな。洗って使えないことはないと思うんですよね。まあショートサイズだからちょっとしか入らないけど、まあちょっとお試しでねインクを入れるぐらいだったらいいかもしれないので、一応これは洗浄に回したいと思います。はい、10本入りだったと思うんですよね。これあれそうだよね。2、4、6パッド、うん、10本入りで、あ、ここに書いてある。10本入り300円で買ってるから、まあ、1本30円ですね。90円。はい。さようならでございます。ね、まさか少なくなるとは聞いていたけど、完全に空っぽになるとは。はい。というわけでね、できれば製造から2年以内に使うことをおすすめします。はい、まあ、ただラミーとかプラチナ万年筆のインクももう2年以上前に買ってますけど、まあまあ使えるので、もしかしたらね減ってるのかもしれないですけど。はい、でじゃあどうするのかなんですけど、まあ、これヨーロッパサイズですね。で、はい、これ無印のアルミ丸軸万年筆を買った時のパッケージで、これにはインクが付属していました。ただ私これを使わずにコンバータを入れてパイロットの色雫の冬将軍を使ってるんですね。で、これヨーロッパ共通規格だったのでこれを入れてみようと思います。さすがに最近買った万年筆のインクだから、ま、製造日はねわかんないですけど、これを入れてみます。一緒だよね、ちょっと形は違うけど大丈夫だと思います。いきます。いい音がしましたで、これを抜いて確認しないです。ちょっとはめて、キャップもはめて、ちょっと下向きに置いておきます。ちなみにこの容器はいただいたゼリーが入っていた容器なんですけど、これもあの万年筆のペン先の洗浄に使います。ムーミン万年筆のペン先は短かったので、あの
プリンが入っていたので大丈夫だったんですけど、他のラミーとかちょっと長いものはあれだと入らないので、はい、これに入れてますね。まさかのまさかのでした。こんなことに爪楊枝を使うことになるとは私も思っておりませんでしたが、これはまあ洗浄しますけれども、あのインクカートリッジの洗浄ね、その前回付属の2本目のこれね、まだ乾かないんですよ。よっぽどあの扇風機当ててたんですけど、やっぱりね湿度が 70% 超えてるので今、はい、なので全然乾いてくれないです。まあ、ただもう1本ね、最初の1本目のやつはもうだいぶ前にもらってあるので、これは、はい、完全に乾いてますね。なのでまあこの無印のがダメだったらこっちにインクを入れてみようかなと思っていますが、無印のは多分いけるでしょう。ちょっといけなかったらそれはそれでどういうことって感じになってしまいますけど、まさかのね。はい、あの概要欄に一応なんだっけリンク貼りますね、私のブログの、はい、万年筆のそのインクの賞味期限じゃない消費期限ですね。まあ全てのメーカーがなんか公表してるわけではないっぽい、見つけられなかったんですけど、セーラー万年筆のページにはインクカートリッジは製造日から約2年、ボトルインクは約3年を目安に使ってくださいみたいに書いてありました。ボトルインクもね、3年以内に使い切るってちょっと難しいですね。はい、で、まあ、それを見てちょっとねインク沼に入るのを躊躇してしまったんですけれども、万年筆をねたくさん買うのか、それともまあつけペンとかガラスペンとか使ってねインクをなんとか消費していくのか、でも消費ってねって感じですけどね。まあでもボールペンもものすごい昔のやつって、あのそのペンの種類によっては使えなくなって書けなくねなってしまうことってありますもんね。まあインクがちょっとそのまあ変色しちゃうとか、もともとのその販売時の色ではなくなってしまうとか、そういうのはまたねそれはそれで楽しめるのかなって思うんですけど、乾燥してっていうか蒸発してなくなってしまうっていうのはね本当に困りますね。もう書けなくなっちゃいますもんね。変色だったらその色で変わった色で書けますけどね。ということでそろそろいけるかな、まだかな、ちょっと試してみましょう。なんかもう祈る気持ち。書けた、書けました。やっぱりインクのせいだった。書けた、あーよかった、問題ない、書ける。よかった、このインクが最後までちゃんと使い切るインクであることを願うばかりですね。ちょっとどこのメーカーのものかわからないんですけど、このムーミン万年筆の付属だったインクと今日入れた無印のアルミマルジク万年筆の付属のインクが、まあ、もし同じメーカーだったらねちょっとまたもしかしたら途中で書けなくなってしまうかもしれないですけど、とりあえずよかった、万年筆無事でした。あ、諦めなくてよかった。そう、まあ、自分がねそのブログにインクの消費期限の記事を書いていたからなんとなくね嫌な予感はしたんですよね、思い出して。
まあしょうがないですね。はい。なので、まあ、今後サファリとかそのプラチナ万年筆の、ね、インクカートリッジ交換した時に書けなかった時も中が入っていないんじゃないかっていうのをね、まあ、疑えるということになりました。まあラミーは確かね、インク見えてたような気がしますけどね、カートリッジ入ってるか入ってないかは。はい。というわけで、書けなくなったムーミン万年筆、まあ、洗浄しまして、インクをね、インクカートリッジを入れてみましたけど、それでも書けなかった。で、もうとうとう万年筆のこの構造自体が壊れてしまったんだろうと諦めかけましたが、本日インクカートリッジの中身が空っぽになっているということを発見して、別のインクカートリッジを入れたらちゃんと書けました。ありがとうございます。ああ、よかった。そう、まあこのね、本当に色柄気に入ってるので、で最初開封した時のね、書き味も良かったんですよね。まあ、あの時はね、つけペンで、色しずくのインクをね、つけペンみたいにして使ったっていうのもあるんですけど、はい。まあ、とりあえずこの無印にのについていたインクを使い切って、その後またね、ちょっと考えたいと思います。どうするかはね。はい。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントもいつもありがとうございます。とても励みになっています。あと私はブログとツイッターとインスタグラムもやっていますので、もしよかったらそちらの方にも遊びに来ていただけると嬉しいです。はい。それではまた。